はい、黄金世代の鼓動でございます。今日なんですけども、ドリームカップいよいよ始まっておりまして、10段って一番下からでしたね。はい、多分10回勝てば、10球から始まって10回勝てば多分1球までいけるんじゃないかな。はい、そんなことないのか、多分そうだと思うんですけど、はい、で5段までは20回くらい勝てばいけると思うんですけど、まあ多くて25試合とかでいけると思うので、まあ5段で技剥がしで、あと本戦出場できるから、あと1ミッションがあると思うんですけど、まあミッションをこなしながらやっていくと、まあ、夢玉を回収しながらやっていくというところですね。はい、結構これ怖いのが、まあ多分そんなに自分時間取れないんでいけない、全然やれないと思うんですけど、サッカーキング1位取った人でデイリーミッションクリアしようとすると、サッカーキングのままデイリーミッション消化しなきゃいけないんで、もし混戦でマッチングしてサッカーキング落ちちゃうと、例えば1位だった人は下に回りますよね。レジェンド S に降格するから、結構だから大変なのかなとか思って、まあ、その辺がね、早くゴールした人は、ゴールした人の悩み、まあその日そういう人たちは多分夢玉1個とかいらないのかもしれないですけどね。はい、うん、まあそんな感じな、展望です。あれ見れんだっけ、撮っちゃったから見れないかな。あ、見れないですね。はい、だからそんな感じの流れかなと思います。はい、まあどこまでやるかで、サカキンまで行くと一応まあブラボーもらえるので、まあブラボー欲しい人とかは結構やっていくんじゃないかなと。まあどこまで行っても予選なので、5段以上行けば本戦出場できるというところで、権利とまあ報酬と、まあ久しぶりにオンライン週間というふうに、オンラインの2週間かなと思ってもいいのかなと思います。さあ、そして久しぶりに連盟対抗戦、なんか立て続けな感じもしますけど、前回がお正月ということで2ヶ月ぶりくらいに来るのかな、ちょうど連盟対抗戦。前回は年またぎくらいで来てたような気がするんですけど、はい、なんか連盟対抗戦またすぐ来たなというような形ですね。はい、まあドリームカップオンライン好きじゃない人とかにとっては、こういう対抗戦来たりとかして楽しめるイベントが来てるというような感じでしょうか。ね、はい、で今日、午後にはカゴタス1回上げたんですけど、ちょっとタイミング悪いかなと思って下げちゃったんですけど、カゴタスの日野くん特集のね、原作に合わせて日野くんどういう感じのキャラなのかを改めて、特集していきたいというのと、夜にはトーマさんの答え合わせ数値チェックですね。トーマさんの予想と、実際の日野くんでどれくらい、乖離があったかというところで、まあ、実際に、もう前回見ていただいた方で、数値見た方はどれくらい回だったか分かると思うんですけど、その辺トーマさん解説した動画上がると思いますので、そういう感じで、まあ、フェスいつもならフェスを引く前に、そういうのができるんですけども、フェスの始まってから数値チェックですね、ガチャ始まってからそういうようなものがあるんですけども、今回は、フェスの前に数値が出てるので、まあ、見ていけるような感じですね。はい、まあ、そこで、パラメーター的に、いるいらないの判断とかしていってもいいかなと、まあ、あと合う合わないはね、もうすでに情報出てますので見ていけるところかなと思います。はい、やるならウルグアイ2トップもやりたいような気もするんですけどね、なんか力強いパス S がないんですよね。あとハイスピードカット S ビクトリーノのハイスピードカット S の力のビクトリーノ君、多分もしかしたらミキサーしちゃったのかなとか思って、ないんですよね、どこのビクトリーノ君見てもあれとか思って、そこが問題参ったなと。あ、昨日の話したままになってますね。どこかくっつけてんのかなと思って何回も見たんですけど、どこにもくっついてなくて、で力強いパス S って何で取れんだっけ、報酬で取るんだっけ。あ、もうこの辺は剥がしちゃってるし、ないんですよね。でそして力のあの子がいないんですよね、いないんですよ、ないんですよ。でウルグアイゴールデンコンビはこの人でしょ、ないないかないぞ。なのでパン、あ、
ついてつけてたつけてたよ、ただ育ててなかったけど。あとはハイスピードタックルもついてて、パンサーパンサー投げて、タックルパス、タックルパス、あとワンツーつけるか、そうパスカットがあればいいのになとちょっと思ってたんですよね、はい。で日野くんの引く気とジャンピングトルネードは、まあ、あるのと、ドリブルもあるので、え、まあ、Sパスはドラゴンパスの、あ、そう、ドラゴンパスに関してはもしパスつける方はドラゴンパスは EX よりも A の方が実はいいんですよ。これなぜか謎なんですけど、これ EX300 の320じゃないですか。なんかつけてるキャラいないかな。こっち EX つけてたっけ。あ、EX つけてた。そう、そうなんですよ。ドラゴンパスは A の方がなぜかいいっていうのがあって。こっちは、あ、そう。320で、スタミナ全然違うんですよね。で、威力が180、あ、スタミナが185だった、なんですけども、威力は315で、もう一回、まあ、ドラゴンパスをつけるかどうかなんですけど、300で弱くてさらにスタミナすごいんですよ。これやばくないですか。これね、あの気をつけたいところです。ドラゴンパス EX は、威力300なんですけどスタミナ320で、普通のドラゴンパスは威力315でスタミナ185っていう、ものすごい矛盾な技なので、ちょっと気をつけた方がいいかもしれないですね、はい。そこだけちょっと言っときたかったなと思って、はい。で、ドリブル技はジャンピング2がファール率が高いんですよ確か、はい。なのでジャンピング2より倍速トルネードドリブルの方が多分、いいのかなと思ってます、はい。そんな感じですかね。まあ取れるかわからないですけど、うん、まあちょっと引いて、さすがにね、ちょっと今回みんな日野くんで、久しぶりに日野くん好きな人も多いのかなっていうところで、久しぶりにこう連盟内でも、わ、日野くん欲しいな欲しいなっていう声が結構多かったので、欲しい人多いのかなと思っております、うん。自分も取れたらいいなというような形ですかね、うん。さあ、連盟対抗戦も来て、ドリームカップも来て、でオンラインの2週間ですよね、はい。でそしてフェスをまたいでという形で、3月に入るとおそらくカタルーニャガチャが来てというところだと思うんですけども、そんな中ね、リーク情報の方でなんと日本代表ガチャ、ね、去年の3周年の日本代表ガチャの復刻があるみたいな、話が出てて、で、なんと優勝ガチャで、あの代表松山くん、まあ、年末ね、やっと自分は取れましたけど、まさかの優勝ガチャで松山くんがっていう噂が出てるので、松山くんなくてデバフブロックできなかった人や、日本の絆欲しかった人、そして即属性の 3% 欲しかった人、あ、絆 3% 欲しかった人にとっては、あと松山くんの被せが欲しい人ですね。松山くんは、うん、正直やっぱり突はした方がいいと思います。やっぱりボランチや OMF やることは多いので、まあ、自分も1突しかしてないんですけど、シュートも打てるキャラだったりするので、まあ4突でね、かぶせで4突できるのが理想ですが、まあ守備ね、最悪守備単体でも、うん、あのタックルパスカットプラス、まあ、ドリブルかパスどちらかは1個上げといた方がいいかなと、まあ、まあ人によってはシュートとパワー上げたいっていう人もいると思うんで、そうすると2凸が必要になってくると思うんですが、うん、まあ、ちょっとね考え物だと思うんですけど、まあ、マッツンは持ってて悪くはない、持ってない人はまあ今でも、まあ、ただやっぱり全力ないと取れないですけどね、正直。あの翼くんとか美咲くんは非全力時は結構止めれないですが、ラファエルとかはたまに止めてくれる感じですかね、自分の使用感ですと、はい。さあ、そんな感じの噂が出ておる中、カタルーニャガチャも来てというところで、そうで、カタルーニャのレジェンドのガチャが来るって言ってるので、技分夢玉も残しておきたいですよね。6人いるから、まあ20個だとして120個、まあ、それを全部使うかどうかは別とするところですよね、はい。あとはそうか、あとあのカタルーニャの方でもうドリームカップとかはね、個々であるやっていくというようなところだと思うんですけど、カタルーニャの方でやっぱり今度出てくるのは、どこかな、スペインダービーとかで見れんだっけ、この辺で見れる、ああ
全然スタミナがなくて何もできない。見れなかった、見れないか、ごめんなさい、スタミナがなくて見れなかった。パジョル、プジョル、プジョルことパジョルと、キーパー誰だっけ、フランスのキーパー、昨日まで言えてたのに。キーパー、フランスのキーパー誰だっけ、違うんですよね、ファンデルサールじゃないんですよね、はい、がいると思うんですけど、すいません、ど忘れちゃった。2人いると思うんですが、その辺が工場で、はい、新キャラでパジョル入ってくるんじゃないかな。でちょっとそうすると、まあまあまあ、デバフは受けるかなと思うんですけど、ちょっとディフェンスでパジョル強そうだなという気もしてて、ちょっと気になってますね、逆に。はい、まあスペインなのでっていうところ、スペインなので、まあまあまあ、欧州なんだよなと思いながらも、ちょっと逆にフェスジェンティより、なぜかなんだろうな、やっぱ現役の時のプジョルのプレーが好きだったのかもしれないですね、はい、意識的なところで、その辺で、まあ、ちょっとどういう能力か。ただカタルーニャのディフェンダーってひたすらタックルマンしかいないですよ、みんなタックルマンしかいなくて、パスが強いのって、ね、レジェンドのエジミューソンくらいしかいないから、カタルーニャデッキやろうとするとなかなか難しいかなっていう気も。ああ、今日もカタルーニャのデッキするのやんの忘れてた、はい、ごめんなさい。またね、まだすごい先、3月入ってからなんで、フェス終わってからの話ですから、まあ、また後でゆっくりね、今度やれればだと思っております。はい、さあ、土曜日久しぶりで、なんかいつも毎週土曜日 YouTube ライブやってたような形なんですが、今日は YouTube ライブがない形で、明日 YouTube ライブがあります。はい、で3月に入りますと、6日、13日、20日、27と毎週土曜日、YouTube ライブがあるような形になりますので、お時間あったら、気軽に遊びに来ていただければなと思っております。はい、皆さんね、楽しくコミュニケーション取りましょう。さあ、いつこんなところでしょうかね。まあ、とりあえずオンラインをやるくらいしかないで、オンライン嫌いな人だと今週は比較的ポヤーっとしてることの方が多いのかなという。あ、チャレロか。ただチャレロスキップできちゃいますからね。新しいイベント欲しいかなっていうところかなと思うんですけども、そんな感じで今日終わっていきたいなと思います。はい、ドリームカップお会いしたら皆様よろしくお願いします。まあ、ただ世界戦なので海外との人で、日本の国内の人まだ一回も当たってないんじゃないかな、はい、海外の人ばっかりなんですが、もしお会いしたらよろしくお願いします。というわけで、いつもご視聴ありがとうございます。よかったらチャンネル登録の方もよろしくお願いします。それではまた。